どうも、オレンジはなっちでございます。6月最終日です。明日からね、メイメイトータスだっけ、メイメイちゃん交換可能になるということで、そちらもまたね、動画撮っていきたいんですけど、メイメイ本体が強化されました。これがね、嬉しいですよね。交換に対応したキャラクターも強くなるので、まあ、やっぱいずれはね、全員来るんじゃないのかなって思ってます。神シリーズはね。で、強くなったポイントが無効感圧縮、7コンボ圧縮。で、しかもね、ドラゴンと悪魔っていうね、結構、メジャーというか。でも最近は攻撃とかのが案外刺さりやすいのかな。まあでもボスとかが持ちがちな、このキラーがね、あるってのはいいですよね。リーダースキルも強化されたんで使っていきたいと思います。メイメイループさせます。相方ロイド強いんじゃねえのかって思いました。3色でいいので、メイメイトータスもそうですけど、ロイドは意外とね、使えるんではないかと。まあ、闇になっちゃうし、3色強化って感じでね、ちょっと、萎えてましたけど、割と、こういう時に使えるかもしれないと。いうことで、前向きにね、捉えていきましょうよ。ここでいいか。どっち出てもキラー刺さるもんね。で、メイメイといえばね、うちのチャンネルでは、ろくな陣を出さないってことで、歴史を作ってきたキャラクターなんで、今回もある意味そこに期待。うわー、めっちゃ溜まりそうですね、裏がね。これから使う。で、でもこれ全部一回使っちゃった方がいい。なんなら。で、おでたら後ろから使う。それで行くか。裏溜まっちゃうもんね、これ。使って、序盤ちょっとループしないことをお許しください。これは取っとく？このメイメイ取っとこうか。このメイメイは取っとこうと思ったけど、なんかめんどくせえから使っちゃえ。考えることを放棄した。あと3ターンね。で、この人は無効化もしてないので多分倒しちゃうんでしょう。で、ロイドさんの意外と変身が遅い。これどうかな？もちろん無効化組んだ時が一番火力出るかと思うんですけど、どうですか？あー、強いね。こっちが悲惨だね。あ、まだ火力覚醒ないんですね。センリちゃんが無効化張ってくれるんで、ここでちょっと貯めたいと思います。これリラテン来るやつじゃない？残念、そこもメイメイなんですね。体力18万、すごいな。だってリーダースキルすごいよ。全パラメータ2倍で、50パー以上で2倍で、3色ゲスト8倍。なんで？ 32倍？そんなことある？え？ 4×8 で32？ 待って、クがわからんくなった。とりあえず変身させちゃおう。俺を欺けると思う。待ってる。そんな32倍も出る？強すぎん？体力管理こそあるけどさ、30倍ぐらいで強いとか言われてんのに、それ超えちゃうことあります？よし、溜まった。こっからループするはずなんで、遅延がなければね、使っていきましょう。これね、HP がね、全回復するんですよ。強すぎん？回復作んないからさ、どうしようと思うじゃん。HP 全回復するんですよ。えぐいで。あ、待って、無効感。どうしよう。光で組む？なんで、無効感組もうって言ったのに、すぐ忘れてしまうんですか、この人は。光無効感だって1名だよ。ちょっと厳しくない？まあ、ある未実験ということで。どうですか？どうなんですか？カンストはしている。倒せちゃうんですね。このダンジョンが弱い説がある。あれ？これって盤面がもしかして、縮まり？縮まってもね、むしろ縮めてほしい。あ、縮まないんですね。なんだっけ、ベレとかなんかはね、やってくるよね。縮めてきますよね。いや、キスップな。でも、それがメイメイ。それがメイメイなんです。オッケー。あ、なんかすごい綺麗だ。上が闇で、下が木。メイメイちょっとね、アホ属性入ってるぐらいが可愛いですよ。なんかキャラ的にもね。落ち込んすごい。24、26、27。まあ、こうなるとね、ロイドも普通にカンストするし、まあ、超重力ないんでね、オデドラもそこそこ火力出しますよと。光吸収でしょ？まあまあまあ問題ないでしょう。ちょっと木で無効感組んでみようか。練習がてら。練習というか火力組みがてら。めっちゃ嫌な感じで余ったな、色が。あ、でも T 字もそうか。
ロイドがいるから組んでもいいのか。いい、強すぎ。キラーもいいですね。うわ、BGM なんか懐かしいな。あんまりね、この BGM 最近聞いてなかったわ。さあ、九州向こうあります。使っちゃう。終わりにしよう。まだ終わりになんないんですよね。左右が吹っ飛ぶだけなんですよね。PG 入れてみた。でも、弱化とかねえから別に入れる必要ないんだよな。まあ、全体になるって意味では、あり。あれ、またループしてないけど。あり？あり？なんで？あれ、4体でループしなかったっけ？あり？今、倒せばするんだけど。おやおやおや？ループする気がするんだけどな。使うよ。で、次溜まるじゃん。で、次溜まるじゃん。あり？遅延でも食らった？短縮やめてほしい。ちょっと待って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 。意外と組めてた。とりあえず吹っ飛んでいただいて。これすごいよね。ヘキサゼオンちゃんと武器倒すとさ、色消えるんだよね。まあ、なんか武器があったとこのコアみたいなやつ。これすごいなって今思いました。今です。今気づきました。なかなかでも、細かいというか。溜まる、溜まる、溜まるはず。完全ループはもしかしてしてない。いや、してそうだよね。全部奇数だし。いや、奇数じゃないわ。あれ？もしかして一旦ラグがある？一旦ラグナロクオンライン。まあいいや。殴ろ。まあいいや、殴ろって物騒だよね。綺麗な盤面ありがとうございます。評価受けてメイメイ陣も進化しましたとさ。削りすぎです。これ耐えれるよね。うぇい、もうね、ここも軽減いらんくなったんすよ。時代は変わった。で、ループしないっぽいっす。一旦足りんっぽいっす。あれ？紙結びのサブにメイメイ詰めてる時もそうだったっけ？一旦ラグあったっけ？まあいいわ。さすがに勝てるし。評価された命名ループ強すぎみたいなタイトルにしようかと思ったけど、ループという単語は使えなくなりました。実質ほぼループということで。でも脳筋で強いですね。で、まあここに加えて、その命名トータス入れて、回復作りながら激減っていう選択肢も生まれてきますし、まあまたね、実装されたら使ってみようかなと思います。ただな、相方がすげえ難しいんだよな。あの子サブなのかな。あの子も使ってみんとわからんすね。はい、というわけで以上、強化されたメイメイでございました。ループはしませんでした。バイバイ。